3度目にサインがありました。激しく抗議しています。堀内監督がベンチから出ました。セカンド塁審西本は白球が舞い上がったその瞬間にお手を大きく回しました。しかし4審審判が集まります。今どうですかね。ホームランです。ホームランというジャッジです。激しく高橋由伸が抗議しています。原さん、高橋由伸があれほど激しく抗議するというシーンは珍しいですね。かなりの確証はあるんでしょうね。これは我々サイドここからでは何とも言えませんね。放送席はちょうど正面になりますので、むしろ横から見ていた高橋由伸の方がはっきりよくわかると思います。もう一度見てみましょう。キャプラーが追っていきます。入ってますね。どうでしょう、一番上、跳ね方が上に跳ねてますからね、はい、あれがちょっと角度が低かったらちょっと入ってないかなって感じしますけど、ちょっと上に跳ねてますから、アンパイアとしてはホームランにするような雰囲気の上がり方ですよね、はい、今度はちょっと審判の言葉に激高した堀内監督が逆にローズに斜められているというシーンです。よっからのカメラないですかね。いやー、しかしこれはしかし大きな判断になりますね。うん、それにしてもラロッカもあそこまで飛ばしたというところは原さん、さすがですね。高めの球をうまく上から叩きましたね。よく飛びましたね今ね。よく飛びました。飛ばないボールと言われていたんですが、すごいですね、右手の抑え込みと言いますかね、もう一度見てみましょうか。やっぱり上に跳ねてますから入ってるような感じがしないでもないですね。いやでも、はい、結構幅があるわけですから、そこに対して上のラバーに当たって、跳ねてるという考え方もありますよね。ただその跳ね方がもう中に1回入って戻ってきたらホームランですからね。そうですね、一旦中に入って戻ってくればホームランです。でもあの角度から行って普通にフェンスの下だったらば下に落ちますよね。上には跳ねませんよね。まだ長い抗議が続いています。これ横カメラのカメラってのはないんですね見たいですけどね、はい、あればうーん、何年か前になりますが、現在我々と同じ評論家の仕事をされています篠塚さんが内藤から打ったありましたねホームランというのもありましたが、これはホームランカメラです。これはホームランカメラですので、最後はああと追い切れない。そう、これ上にちょうどこうフェンスの向こうに、こういうなんていうんでしょうね、手すりがあります、はい、ちょっと審判の話を聞いてみましょう。打球に対して、ホームランと判定しちゃいます。ホームランと判定するということです。抗議はすでに終わっています。試合は2対2の同点になりました。いや驚きましたね。驚くことが隠されてましたね。本当にこれがやはり野球の面白さというか怖さというか凄さというか、同点になりました2対2。まさに紙一重の、ね、勝負ですもんね。本当にもうミリ単位の勝負なんでしょうか、さあ切り替えて、試合はしかしまだ同点です。バッターボックスは前田。こうなりますと開幕戦は146分の1というような試合ではなくなってきましたね、原さん。そうですね、本当に、まあこれが野球だというね、はい、この醍醐味というものはありますけどね。これ取る落とす
ちょっとこの後影響が出てきそうな、そんなすごい試合になってきました。今日は3打席内野ゴロに倒れている前田。ただ原さん、この前田も集中した時の力というのはすごいですからね。特に今年はコンディション良さそうですね、はい。ですからカープは1回のラロッカ、9回のラロッカ、ラロッカのロッカで2点を取りました。ワンスリー、ファースト清原取った、見せりに送ったボールはそれた、記録は内野安打。まあ、今の走塁にも見られるように原さん、足が今年の前田は万全なんですね。特にもうオープン戦の頃から、ね、よく走ってましたね、はい。守備につく時もそしてベンチに戻る時も全力疾走でした前田。ここもこの走りです。ですから一塁への全力疾走というのは怠るなということですね。野球の基本ですね。そしてカープ山本監督はとっておきのダイソー福地を起用して、右のバッターボックスは尾形、ここは走ってくるかもしれません。カープの野球はもう伝統的です。走る野球です。いいスタートだ、これは投げられない。江川さん、これが伝統的なカープのいやらしい野球なんですね。それと大きいのはこのクイックがあまりうまくないので、はい。9回出てきた時にこのランナーが出た場合ですね、これの方が問題になるかと思いますね。今後、はい、はい。ワンアウト二塁で尾形です。打ち上げたぞ、打ち上げた、打ち上げた、見送った、入った、尾形ツーランホームラン、カープ逆転。ジャイアンツ新守護神ダン・ミセリ炎上。堀内監督すでにダグアウトを出ました。4対2、すでに球審笠原にピッチャーの交代を告げました堀内監督。原さん、いきなりジャイアンツの不安が的中した形になりました、この9回。まさにそうですね。ウィニングショットというものが、ね、欲しいですね。スライダーまっすぐ、特に今ゼロワン、そうですね、はい、もう完全に力負けしてますね。はい、ミセリはダグアウトに下がりました。ピッチャーは佐藤博です。